なんで風邪なんて引いちゃうの、バカミさん。
じゃあ、ずっとこのままでいることにした。見せびらかしに行きましたよ、ふうかさん。うん、ちょっとバカみたいだけど可愛い。僕も負けそうだ。なかなか息が合ってきたみたい。あの新人の女子アナも結構使えるかも。要は猫がキュウソに噛まれちゃったってとこね。なんて？気をつけなさいよ。もてあそんだあげく勢い余って刺し殺されないように。いよいよ最後の問題だ。イスラム国家において非イスラム教徒に課した人頭税のことを何と呼ぶ？ A バダル、理解すれば世界史の評価5があなたのものです。
しかしもしも不正解だった場合は評価は2になってしまいます。ドロップアウトを宣言すれば評価4の通知表を持ち帰っていただくことになります。ライフラインはまだ残っています。最終問題です。もちろん使いますね。では最後のライフライン、オーディエンスを使います。教室のみんなの回答を集計してパーセントで表示します。回答が見事に割れました。さあ答えをどうぞ。なぜそう思われますか？ファイナルアンサー。ではこの評価4の通知表は破り捨てます。地図屋だったんです。惜しかった。また挑戦してくださいね。まあ次なんてないけどな。してるの？うん、食べたよ。お寿司とお蕎麦、すっごく美味しかった。
わかってるよ。ありがとう。全身痛い。懐かしいな。クロワッサンのような雲がお腹をそろえると晴れの印。トモヤとこんな雲探して歩いたりしたな。二人きりで見てたな。寂しかったのかな、私たち。
空はなぜ青いの？おじさん、空はなぜ青いの？おじさんでもわからないの？おじさん、教えてよ。飛行機は？わかんない。どうやって？そんなのないよ。見たことないよ。私には見えないんだろう。
私、トモヤと一緒に空の神様に会いに行く。で、どうして空を悪くしちゃったのか聞くんだ。変わってないよね、トモヤ。私の背中に翼はないの？当時植民地となっていたプレイヤス星団のベロラ3号星をエンタープライズ号が調査した。宇宙暦 41463.9。 覚えておけよ、テストに出るぞ。20万通のお便りの中から厳選して選び抜いたワンパクストレンジャーな手紙をご紹介します。ストレンジャー、1枚目人、北海道在住のコロポックルさんからのお便り。ビビットなマイハニーに俺のロケンロールをぶち込んでシャウトさせるぜ。ということです。そうですか、頑張ってください。はい、コロポックルさんには1マカオを差し上げます。これで累計6マカオですね。10マカオまで貯まったら板チョコ1枚差し上げます。それはカカオだっつーの。なんじゃい、アクラギ。
授業はどうなったんでしょうか。これが授業だ。すみません、体調が優れませんので早退させて。まあまあかすみ、落ち着いて。落ち着いてます？別に何も、全然興奮なんかしてないって言ってるでしょ。つーか、もう切れかかってるじゃん、完璧に。